全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。内定チャンネルお悩み相談所ということで笠井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。では早速ですが事前にご用意いただいた質問を回答していけたらなと思いますので早速ですがご質問お願いします。01に必要な素養っていうところをお伺いしたくて、背景として自分は結構将来周囲を巻き込んで物事をこう生み出したりとか事業を立ち上げたりっていうことにすごい挑戦したいなって思っているんですけど、これから自分が就職をして社会人として走っていく中で事業立ち上げとかっていうことに必要な能力であるとか何を一番大事にすべきなのか何が一番苦労するところなのかみたいなのをアドバイスいただけたらなというふうに思います。人によるんですけど、はい、僕の経験値で言うと01で何かをやるときっていうのは人を巻き込む必要があって、じゃあどうやったら人を巻き込めるかっていう話なんですけど、人のことをよく理解しているっていうのが結構大事で、結論としては僕の考えだと僕がめちゃくちゃ面白そうにやってると周りの人は何それちょっと重そうだなとか、要はほとんどの人がどんだけ就活で自己分析だなんだやってようが自分が本当に夢中になれることって見つかってないんですよね。人生で一回も見つかんないで死ぬ人もいるんじゃないかと、僕32なんでまだ分かんないですけど、少なくともそういう人はたくさんいるはずなんですよ。でそれは別に悪いことじゃなくて、逆になんでか知らないけどめちゃくちゃペットボトルの水について超マニアックにめっちゃ興味持ってる人とか、めっちゃうまい水作りたいんだよって言ってる人がいたら、やりたいこと今あるわけじゃないしちょっとおもろそうだから乗っかってみようかなっていう人がやっぱ来るわけですよ。面白そうにやるというかそれを見つけるが大事だし、それを面白そうにやるっていうのがまずすごく大事。だからその人が人を巻き込む時っていうのはめっちゃ楽しそうにやってるっていうのが一個と、高い目標とかにピンを立てるっていうのも結構効果的でして、例えば自分の身の回りに将来こういう会社に勤めてこういう事業俺やりたいんだよねっていうのを言ってる人がいたりとか、これから毎日株の勉強始めようと思ってんだよねとかいう人がいたらちょっとやっぱ気になるじゃないですか。目標を立てて動き出してる人って良くも悪くもちょっとした心のジェラシーみたいなのが生まれるんですよ、その人に対して。そのジェラシーが逆に置いてかれたくないから一緒に乗っかろうに繋がったりだったりとか、なんか高い目標を立てるっていうのがそもそもリスクあることなんですよ。達成しなかったら恥ずかしいから、そのリスクを負った人に乗っかるのはリスクゼロなんで恥ずかしくないんで、失敗してもなんで、リスクを負った人に周りは近寄ってリスクゼロでその目標を一緒に目指すのが一番美味しいと思う人もいるわけですよ。なので高い目標を立てるっていうのももう一個大事なことなんですよ。高い目標を立ててめっちゃ面白そうにやるっていうのができると人はすぐ集まるんですね。でその高い目標っていうのをただ立てればいいだけじゃないんですよ。本気で思わないとダメなんですね。ここに行きたいみたいな、じゃないとやっぱハリボテになっちゃうんで、その2つを立てられるように自分が熱中できるものおよび高い目標を立てられるぐらいの人間としての器だったりとか世間への理解だったりとかっていうところを磨いていくと、多分ある程度の年齢になった時に俺はもうここに絶対行きたいんだ、俺はもうこれやるから、お前らが何も言わなくてもやるからって出してたら徐々に人集まってくるみたいな、それが01の大事なポイントなんじゃないかなと思います。そうなんですね、ありがとうございます。高い目標っていうのが結構自分の中では想像はできてるんですけど、どれぐらいの規模感で設定するのか多分人によって多分ちょっと違ったりするのかなと思うんですけど、実際高い目標を設定したから人が集まってきたみたいな具体的なエピソードとかってあったりしますか？参考にしたくて。高いというのはすごく簡単に言うと、大谷選手が MVP 取りたいって言ってるのは別に高い目標じゃないんですよ。周りからしたらいけそうな気がするから乗っかりたいわけですよ。だけど今俺が野球で MVP 取りたいっていう目標は高すぎて誰もついてこないじゃないですか。だからその人にとって適正な高いじゃないとまずダメですね。巻き込みたい人側の高いを自分の中で考えて設定する。いや本人がですね、だから僕が周りを巻き込むんであれば、僕が設定するラインっていうのは、あ、株元だったらあそこは確かに行けそうだなとか、で僕が分かんないですけど、はい、一旦100億円の売り上げを作りますってなったら、100億だったら株元だったらなんか行ける気がするって思う人は多分いると思うけど、1億企業を作りますとか GAFA 超えますって言ったら株元は無理だろうってなってついてこないみたいな、株元は行けそうかどうかって思わせるためにまず目標はある程度現実的であった方がいいんですけど、その目標が他人より高くないといけないわけですよ。ってことは僕自身も器をどんどんでかくしていって、その僕として
して可能な高い目標っていうところが周りの人にとって魅力的かどうかっていうところですよね。だから、まあ、当たり前ですけど、僕が全然何もやってないニートで突然100億円目指すってなったら絶対人は集められないんで、普段からの行動の積み重ねが当然大事ですけど、水作りたいんだってさっきの話ですけど、毎日水のことを楽しそうに研究してブログ書いて発信してとかやってるから、その人が目標立てたらみんな乗っかりたくなるわけで、突然俺水なんだよねって言っても信じてもらえないじゃないですか。結論としてはすごく当たり前の話になっちゃうんですけど、日々ちゃんと積み重ねて周りの信頼を得てないと周りは巻き込めないですよっていうことです。ちょっとありがとうございます。いいっすよ続けて。あともう2つあるんですけど、もう1つが昇格とかどんどん昇級していく人たちってどんな人ですか？昇格っていうゴール地点に対しての現在地と残り何が足りないかのすり合わせ、個人的にはここ大切にしてました、はい、残りの学生時代何したらいいですかっていうところで一番だと思いますけどね、歯を食いしばってするみたいな